方米し、藤浪を酷評大谷と比べ物にならない。最初の登板を1年325万ドル約4億3000万円で契約したアスレチックスの一員として彼が初登板した土曜は、いいところと悪いところが両方出たと評している。最後に大谷と藤浪の差は、試合前より試合後の方がさらに大きくなったとも。藤浪は今後の登板で、評価を覆すことができるだろうか。2日の試合では藤浪は3回途中、8失点で降板。この日の藤浪の投球について大谷はあまり見ていなかったし、投球数が少なったのでコメントできないと喋りたがらなかったという。大谷はチームが11点を入れた3回、満塁の場面でフェンス直撃のタイムリーを放ち、自称ライバルのメジャーデビューを全国規模の悲劇にすることに一役買ったと藤浪への皮肉交じりに辛辣に評する。大谷へコメント求めるの畜生やな。大谷の対応とか何を求めてんの？素晴らしいとでも言えばいいの？そもそもこんな野球舐め腐ったやつ好きなわけねえだろ。ライバルなんて言ってないのにかわいそう。アメリカメディアは鬼畜だからな、デイリーなんて仏やで。高校ドラフト時は間違いなく投手としては藤浪が評価高かった。なんなら2年目までは藤浪やった。いつの間にか DH こなしながら投手としても藤浪を追い越しちゃったな。なんとかドラマにしようという意思を感じるけど、まともに対戦してたのもう10年前やしな。ドラフトの時藤浪のが上なのは事実やろ。藤浪推しの声が出かかっただけ。当時から藤浪の体の細さやインタビューの受け答えに疑問持ってる奴がいたが封殺された。高卒ルーキーであれだけやった藤浪もすごいのは確かなんだが。いや大谷なんか打者でしか評価されてなかったぞ。1年目は藤浪が格上やったし。でも2年目ですでに追い越してね。11勝4敗、防御率 2.61。打者としても打率 0.274、10本塁打だぞ。大谷抜擢だった立ち上がりは素晴らしかった。正論やめたれ。自称してねえだろメディアが同学年言うて持ち上げてるだけ。何が起きたの何も平常運転やで。チャンネル登録よろしくお願いします。